性教育の関心が猛烈に高まっていると聞きます。産婦人科女医の遠見咲子さん、性教育に関する政策提言もしています。マザーハウスの経営者の山崎大輔さんが伺いました。やっぱちゃんと聞いてあげたりとかすることですね。うん、やっぱりまあ、まず家庭で親の役割っていうのは何かあった時に、その大丈夫だよとか、打ち明けられる存在でいるために、まあ、日頃からオープンなコミュニケーションを取るっていうところがまず大事かなと思います。その性のことを教えなきゃとか、性暴力の加害者にならさせないにはどうしたらいいかとか、いろいろ悩みあるかもしれないんですけど、まずはやっぱり何かあった時に打ち明けられる存在、信頼される大人になって、なるためにどうしたらいいかっていうところですかね。本当に私の友人で性暴力の被害に遭った時に、親にだけ言えなかったと。で、やっぱ毎日親は忙しそうだったし、でももし、あの日家に帰った時に、お帰り、今日どんな日だった？そういうコミュニケーションがもしあったら言えたかもしれないっていう話をしてくれた子がいるんですね。なので、そう、性教育っていうと構えてしまうかもしれないんですけど、まずは日頃からのオープンなコミュニケーションで、その、大切な存在なんだっていうことを、まあ、言葉で伝えるのが難しいかもしれないんですけど、そう思い続けることとかも大事かななんて思います。いやー、これでもすごい難しいな。なんか僕ね、今ふっと思い出したんですよ、実は1個のエピソードを。で、僕ちっちゃかった幼稚園の時に子供の作り方っていうのを友達から聞いたんですね。で、その友達から聞いて、それをなんかお母さんからなんか話したんですよ。子供ってこうなってできるらしいよみたいな話をしたら大問題になっちゃって、それでなんか幼稚園中問題になって親呼び出されて謝りに行ったんですよ。僕いろんな人話しちゃったから。なるほど。それで なんか僕なんで悪いのか全然わかんなくて、うん、だって子供にも興味あるじゃないですか。よくどっから生まれてきたのとか話しますけど、なんか今すごいショックな出来事として今フラッシュバックしました、自分の中で。そうだ、思い出した。性をその否定的にネガティブに、捉えさせるっていうのを植え付けちゃってることがあるですね、大人が今みたいに。だからやっぱりその子供からの疑問を受けた時とかに、とっさにそんな話やめなさいとか、そんな、例えばそのね、プライベートパーツに興味を持って触ってる子供がいたら、そんな汚いことすんのやめなさいみたいな、頭ごなしに怒っちゃう。それがもうパッと出ちゃうかもしれないんですけど、ちょっと一歩立ち止まって、その肯定的にポジティブに捉えられるような言葉かけ。なるほどね。その先ほどの山崎さんの話も、あ、それそのそういうことをまあ、オウム返してもいいと思うんですよね。そういうのを、そうなんだって、それ聞いてどう思ったとか、そういうコミュニケーションをまず取って、その頭ごなしに否定しないっていうところ、話を聞く、子供の話を聞くっていうところがまず大事かもしれないですね。